王文表は、中華民国の政治家。字は、小、真の不正。1902年、日本に留学し、東京帝国大学で治安警察法を専攻する。その後、巡査教習所を経て、警視庁で警察法を学んだ。1905年に帰国すると、水見南省警察庁上席顧問権巡警、教習所教官となる。翌年、北京に移り、 北京外城巡警総長検事、外城文庁知事に任ぜられ、以後、行政局長、衛生局長も歴任した。中華民国成立後の1912年、警察庁課長に任ぜられる。翌年、禁煙局参事となり、さらに刑期税務局長も兼任した。その後、司法部秘書長に転じ、1914年7月に司法部監獄司長に任命された。なお、 北京政府が崩壊する1928年6月まで、そのほとんどの期間において、王文表はこの地位にあり続けた。監獄市長を務めつつ、1924年11月に王文表は処理司法部次長を兼任する。1926年4月、加徳陽内閣で露心の公認として、大理司法総長となり、ここれの理臨時内閣を経た同年5月まで務める。 その後、遠京大学講師に転じたが、1927年7月に、監獄市市長に再任され、北京政府崩壊まで務めた。その他、民国学院法律系主任、北平大学法学院法律系講師も務めている。大文表の没念は不明である。ありがとうございます。